こんにちは、生き生きメール千葉の時間です。この番組は毎月1日と15日に発行している千葉市政だよりや市内で行われるイベントの紹介を通して千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。皆さんの生活にぜひお役立てください。それでは最初に千葉市政だより5月15日号の内容から紹介していきましょう。お持ちの方はぜひお手元に置いて番組をご覧ください。千葉市政だより5月15日号では千葉市プレミアム商品券、千葉特商品券について特集しています。まずは第一面から、千葉市プレミアム商品券、千葉特商品券の予約申し込み開始をお知らせしています。千葉特商品券は購入価格の1万円に 20% のプレミアム2000円分を上乗せした1万2000円分のお得な商品券です。皆さんぜひ地元でのお買い物をお楽しみください。利用期間は6月19日金曜日から11月30日月曜日まで。販売対象は市内在住在勤在学の方、販売数は25万セットです。販売価格は1セット1万円でお一人5セットまで購入できます。紙タイプの購入予約申し込みは6月3日水曜日まで。国内初となるデビットカードタイプの購入予約申し込みは5月31日日曜日までです。詳しくは市内全戸に配布する申し込みはがきや千葉商工会議所のホームページをご覧いただくか、千葉特商品券お客様窓口にお問い合わせください。第2面では、緊急通報システム安心電話の利用についてお知らせしています。市では65歳以上の一人暮らしの方を対象に安否確認や急病時に対応するためのサービスを行っています。高齢者緊急通報システムは利用者の緊急通報時や各センサーが異常を感知した際、利用者宅への駆けつけや救急車の要請などを行うものです。安心電話は平日の希望する日に専任の電話員が電話をかけ、健康状態を聞きながら安否確認を行うものです。詳しいサービスの内容や申し込み方法などについては、お住まいの区の保健福祉センター高齢障害支援課までお問い合わせください。代わって第4面では、ケミガワビーチフェスタの開催についてお知らせしています。5月23日土曜日と24日日曜日に稲毛海浜公園内のヨットハーバー周辺で海辺の楽しいイベントを開催します。ご家族やお友達とぜひご来場ください。同じく第4面では、ジャパンパラウィルチェアラグビー競技大会の開催をお知らせしています。5月22日金曜日から24日日曜日まで中央区の千葉ポートアリーナで開かれます。今回の大会は日本、イギリス、デンマーク、ニュージーランドの代表選手が熱い戦いを繰り広げます。入場は無料です。ぜひご来場いただき、間近で迫力を感じてください。以上、千葉市政だより5月15日号の掲載内容について紹介しました。なお、今回の市政だよりには介護予防特集号も織り込まれていますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いては、千葉市政だより第4面に掲載しています市美術館で開催中のドラッカーコレクション珠玉の水墨画展についてご案内します。市美術館では開館20周年記念展として、現在ドラッカーコレクション珠玉の水墨画、マネジメントの父が愛した日本の美を開催しています。世界の企業人に影響を与え、マネジメントの父と呼ばれたピーター・F・ドラッカーが、実は日本の古美術を愛し熱心に収集していたことはあまり知られていません。本展はその個性的なコレクションの中から初公開作品を含む111点を紹介します。なお、会期は6月28日日曜日まで。観覧料は一般1200円、大学生700円、高校生以下は無料です。また展覧会に関連し2つの講演会が開かれます。講演会、我がコレクター父母の傍観者としての時代は、ドラッカーの次女セシリー・ドラッカーさんを講師に招き、6月6日土曜日の午後2時から開かれます。
講演会ドラッカーコレクションの魅力経営学と水墨画は、学習院大学教授の島尾新さんを講師に招き、6月14日日曜日の午後2時から開かれます。なお会場はいずれの講演会も11回行動、定員は150人です。参加には事前の申し込みが必要です。申し込み方法は、往復はがきにイベント名、代表者の氏名、住所、電話番号、参加人数と返信用の宛先を明記して、郵便番号260-8733、中央区中央 3-10-8、千葉市美術館へお送りください。なお応募多数の場合は抽選となります。講演会我がコレクター父母の傍観者としての時代は、5月27日水曜日必着。講演会ドラッカーコレクションの魅力経営学と水墨画は、6月4日木曜日必着でお申し込みください。詳しくは市美術館電話221-2311までお問い合わせください。歴代館長が選ぶ所蔵名品展も同時開催しています。ぜひ足をお運びください。千葉市政田よりは毎月1日と15日に新聞折り込みで配布しています。また市役所1階案内、各区役所、市民センター、連絡所、公民館、図書館、コミュニティセンター、またセブンイレブン各店舗などでも配布しています。ぜひご覧いただき、快適な市民生活にお役立てください。では続きまして、千葉市のトピックスをお伝えします。レッドブルエアレース千葉2015が開催されました。日本初開催となるレッドブルエアレースが、5月16日17日の2日間幕張海浜公園で開かれました。世界最速のモータースポーツシリーズとも言われるレッドブルエアレースは、世界トップクラスの飛行技術を持つパイロットたちが、最高時速370キロ、最大重力 10G の中、高さ25メートルのパイロンで構成されたスラロームコースを、決められた順序と飛行方法に沿って次々と通過してタイムを競うレースで、世界中の会場でレースを行います。世界中から注目を集めるレースの会場となった幕張海浜公園には、2日間で12万人が訪れ、大変なにぎわいを見せていました。決勝戦が行われた17日は、どのパイロットも上位入賞を目指し、持てる技術を発揮します。中でもアジア人初の選手として出場した室谷義秀選手は8位入賞を果たし、大会ではひときわ大きな声援が送られていました。満点でも興奮しちゃって、もうすごいですね。やっぱりね、日本で開催するってことはなかなかないことなんで、最高だと思います。幕張を訪れた世界中の皆さんには、レースとともに千葉市の魅力を感じてもらえたのではないでしょうか。さて、お送りしましたイケイケメール千葉、いかがでしたか。次回は6月3日から6日に千葉市政田より6月1日号の内容などをお伝えします。次回も千葉市政田よりをご覧になりながら番組をお楽しみください。また市政に関する情報についてはご覧の市役所コールセンター電話245市役所までお問い合わせください。ではイケイケメール千葉、今回はこの辺で失礼いたします。さようなら。